ハローハロー。私のコストコのベスト5紹介していきたいと思います。まずは5番に、私ワイン飲むからいつもコストコで買ってます。なんか安いワインもあるし、900円ぐらいのボトルもあって、まあ、確か1万円のボトルもあったと思うんだけど、いつもバラバラで買ってます。4がティッシュ、まあ、普通のティッシュなんだけど、これ2倍ぐらいになってて360枚入ってるらしい。1ケースかの中で8個ぐらい入って、値段はちょっとわからない。多分3000円ぐらい、2000円ぐらい、2000、3000円ぐらい、2000、3000円ぐらい。で、サインがこれです。キッチンペーパー。このキッチンペーパーマジもう私掃除にも使ってる。もうなんだろう、タオルみたい。キッチンペーパーは12ロールで3458円で、1個のロールが140枚、140シート。でももう普通のキッチンペーパーより倍ぐらいあるかな。第2位はこれです。お尻拭き。これね、掃除にも使ってる人もいるらしい。で、お尻拭きは720シート入って、その1ケースで2498円で、1パックには80枚入ってる。でもね、もう見てください。これ普通の市販のどこでも売ってるそのお尻拭きで、これがコストコのやつ。全然違う。もうこれ透けて見えるもん。ですぐカピカピなるし、もうなんか1枚だけじゃお尻拭けないから、これはもう全然1枚でいける。分厚いし、ちゃんと水分入ってる。で、結構最後の最後まで濡れてるから、シートが。もうこれめっちゃおすすめです。全然違う。もうこれ。その次は第1位は、多分このコストコ行ってる方やったら分かると思います。これです。トイレットペーパー、見て見て、これ見て、普通のトイレットペーパーのロールよりも倍がある。で、これも基本的にトイペ、こういうペーパー系のコストコの商品やったら、分厚くて水もよく吸うなんだけど、柔らかい。で、トイペは60ロールで5200円。半年ぐらいは持つと思うけど。以上です、私のコストコベスト5、いつも買ってるもの。また次の動画も見てくださいね。バイバイ。買ってくれるの、パパ。パパ、買うわ。怒っとる。Walking on air and every day, every way, I feel like can't lose. I wanna shout it out, ain't no limit. YouTube のとこ。センターおやつ食べてる。
ゆうすけなんか勝手になんか買ったぞちょっと待って見して。これネットで買うと3800円ぐらいするけど900円お得した。なんだっけ